ニトリレディス事前情報21日カツゴルフクラブ北海道6651ヤードパー72ルーキーのマサダユメノは2013年に中学1年生でツアー初出場を果たした思い出の大会そこで初優勝を狙う地元北海道での大会とあって高校時代の友達が見に来てくれるのでいいところを見せたいです今回は初めて弟の大成さん 北海学園大3年、オキャディに起用し、初優勝を目指す。そんなに多くはないですけど、小学生の頃からラウンドしています。初めてツアーに出させてもらったのが、この大会、このコースは難しい印象ですね。あまりアンダーを出したことがないんですけど、頑張りたいです。地元ということで馴染み深いコース。ちなみに初出場の13年は、84、78。 のトータル18オーバーで予選落ちを喫している。ちょっと右ドッグレッグ、ちょっと左ドッグレッグで、ティグラウンドからグリーンが見えないホールが多い。ドライバーのイメージが湧きづらくて、距離も長いので、今回も苦戦しそうだなと思っています。ジュニアの頃からプレイしているだけに攻略法よりも、難しさを知り尽くしてしまっているのかもしれない。2周前の軽井沢では惜しくも2位タイで、 先週は上位には絡めず42位タイ。成績だけを見れば、下降戦だが、ショットの調子は先週からすごく良くてプロアマに参加した。今日も良かったので、明日、天気が悪くなった時にどうなるかですねと感触は悪くない。現地は大会3日目の24日を除いて雨予報。距離が出るタイプではないだけに、 ンが出なくなることで、実質さらに長くなるコースをいかに攻略するかが鍵となりそうだ。一方、大成さんをキャディに起用したことについては一番身近で気を許せるので、試しじゃないですけど、やってもらうことにしました。弟は大学生で日程次第ですけど、今回よかったら、またお願いしようかなと思っていますとそのいきさつを話す。 ゴルフ部で活躍する大勢さんとはこのコースも一緒にラウンドしたことがあるとのこと。マサダは、初めてなので私も緊張していますと苦笑いだったが、心強い味方になってくれそうだ。直近で優勝争いを経験し、今回は地元ということで優勝したい気持ちは大きいです。今週は海外メジャー、AIG 女子オープン、全英に出場するため、 メルセデスランキング上位10人が揃って不在。さらに原エリカ、神谷そらら韓国のメジャー、ハンファクラシックに出場する選手もいる。初優勝者誕生の可能性は十分なだけに、それがマサダであっても不思議はないはずだ。文、田中広也。